今回は中島ラモの耳上膝を朗読します。お土産よし、笑顔よし。さて、始めますか。はい。あ、どうも。今度隣に越してきました中山と申します。これつまらないものですが。まあどうも。じゃあよろしくお願いします。こちらこそ。引っ越しの挨拶は大抵こんなもんだ。そんな習慣がなくなっているもんだから面食らってまともな挨拶になんかはなりはしない。だがこれはそれでも引っ越しのたびに両隣への挨拶回りは欠かさない。言葉は交わさなくても顔を見てドア越しに部屋の中を覗けば大抵のことはわかるからだ。例えば今の女、表札は森光一郎と出ていたがちらりと見た部屋の中には男っ気はなかった。おそらく本当は女の一人住まいで用心のために男の名前を出しているんだろう。俺は彼女の部屋をターゲットにすることに決めた。そう、俺の趣味は盗聴だ。サスペンスオムニバス人体模型の夜、原作中島ラモ、脚色岩崎元也、第1話耳上。引っ越しをして新しい部屋に入ったらまずすることは家中の水を出すこと。以前引っ越ししてきてすぐシャワーのコックをひねって茶色の水を浴びて以来俺はそうしている。そして次に食器の荷物を開ける。俺は真っ先に大切な宝物、愛用のウイスキーグラスを取り出した。別に昼間から飲もうというわけじゃない。こいつは盗聴のために欠かせない道具だ。盗聴が趣味になったのは女房と離婚して一人暮らしを始めるようになってからのことだ。俺の職業はかっこよく言うならば放送作家。何のことはない、クイズ屋だ。海外ネタ、科学ネタ、料理に動物にセックス、何でもござれ。取材なんていうことはしない。まだそんなチャンスもない。本や資料に埋もれた部屋でただひたすら悶々と問題をひねり出す。どうしたってうつうつとした気分になるに決まっているが、一人になってからは特に生活がすさんだ。そんな時盗聴と出会ったんだ。きっかけは8年前に借りた下落合のマンションだった。サラリーマンらしい男が住む隣の部屋から女といさかいをする声がかすかに聞こえてきた。退屈していた俺はまるで条件反射のように弾かれて壁に耳を当てたが、はっきりしない。俺は思わず台所にあったガラスコップを壁に当て、その底に耳を押し付けた。全てがはっきりと聞こえてきた。なんだよそれは。なんでそんな昔の話なんか持ち出すんだよ。俺は昨日の話をしてるんだね。話がむちゃくちゃじゃないか。何よ、むちゃくちゃはあなたかだよ。人がシャワー浴びてる間に化粧の屋さんの隅にしといて。偉そうによくそんなことが言えるわね。これとこれとは話が別だろ。別じゃない
もう。エラストに、タバコなんか吹かすんじゃないわよ。この野郎、巨人女よ、殺して。何すんだよ。何すんだよ、もうクソ丸だ。いえ、この痛むってやつは誰なんだよ。どこがそいつなんだよ。スリリングだったよ。話の中身は込み入っててはっきりとは分からなかったが、盗み聞きをしているというリアリティが俺を興奮させた。ああ、これは現実なんだ。テレビやラジオの虚構とは違うんだ。あらかじめ聞かせることを前提としていないその会話が、俺にとっては奇妙に生めかしかった。そして、まるで万引きをする主婦が覚えるという猥褻な感情に包まれて、俺は、むさぼるように会話に集中したのだった。あれから8年、俺の耳は盗聴に飢え続けたままだ。次々と新しい盗聴のターゲットを求めて繰り返した引っ越しが18回。8年で18回。なんだか笑ってしまうが、もうどうにも抑えることはできない。そして、今日もまた、引っ越しの初日の夜だというのに、こうして盗聴しようとしている。グラスを2つ用意して、1つにウイスキーを注ぐ。初めての盗聴は今でもドキドキする。どんな生活をしているのか、どんな秘密を持っているのか、そう思うとワクワクしてくる。俺は昼間あった女の部屋の壁際にあぐらをかいて座り、まず彼女の顔を思い浮かべた。あの善良そうな顔が夜になるとどうなるのか。俺は一口ウイスキーを吸って壁に耳を当てた。そして神経を集中させた。これはわかる？いやだ、これも覚えてないの？島のてっぺんのところに展望台があったじゃない。あそこで撮ったのよ。瀬戸内海の小島がきれいにバックに収まるように撮ってくれって光一郎が言うから、記念碑の土台の上に私が登って、結構苦労したのよね、この時。そしたらさ、足元が平らじゃないからグラグラするじゃない。それで背景はバッチリ撮れたのに、光一郎の首から上が吹っ飛んじゃったのよ。心霊写真だって大笑いしたじゃない。思い出した？でもこの展望台から帰る時って随分怖かったのよ。ぐにゃぐにゃのカーブで急な坂だったじゃない。私あの頃免許取り立てだったしさ、その上車がレンタカーで、慣れてないじゃない。もう背中なんか冷や汗でぐっすりだったんだから。おいよ、光一郎は平気な顔してて、私悔しかった。え、本当は怖かったの？そう、カーブごとにギュッてないブレーキ踏んでたの。なんだ、そんなに怖いならさっさと変わってくれりゃよかったのに。そういうとこ変に強情なのよね、光一郎って。俺は聞いているうちに混乱していた。女の喋り声の合間合間に聞こえてくるはずの相手の声が聞こえてこない。電話か。でもそれにしては写真を相手に見せたりしている。一体どういう状況なんだろう。相手の男、光一郎やらはどこにいるんだろう。俺はさらに神経を集中させた。あなた平気なふりしてタバコくわえてたけど、目がまっすぐ前ばっかり見てるもんだから、車のライターの代わりにラジオのスイッチ引っこ抜いちゃったじゃない。それで一生懸命火をつけようとして、つかないって。そりゃつかないわよ。もうおかしいやら怖いやらで。え？そうよ。この後よ、台風が来たの。あれって心細かったわね。次の日になっても帰りの船が出ないし。もう一泊したら本当に無一文になっちゃうしさ。お金なかったもんね、あの頃。
あなた、あの後。どういうことなんだろう。結局独り言ということなんだろうか。それにしてもおかしい。普通人はこんなに長く口に出して独り言は話はしない。ああ、これは長い間の登頂経験の中でも奇妙なケースの中に入る。例えば以前ヤクザの隣に引っ越したことがある。彼は絵に描いたような悪人面、そう、まるで役者の室谷秀夫のような顔をしてながら、夜になると同棲している女に向かって奇妙な甘え声を出したものだ。中年のホモカップルに行き当たったこともある。彼らは昼間は紳士面をして、夜になると毎晩うおーベッドをきしませながら、この世のものとは言えない雄たけびを上げた。そうそう、変な音だけが聞こえてきたこともある。大きな肉を叩き切っているような音が聞こえてきたんだ。隣が無人であるはずの時も。俺は半年くらいその音に悩まされ続けたが、ある日意を決してベランダ越しに隣に移って部屋を覗いてみた。音の正体はすぐに分かった。俺の部屋の壁に面した方に大きな水槽が置かれていて、体長80センチほどの巨大なアナフロが飼われていたんだ。その魚は悠然と水槽を泳ぎ回り、時々尻尾をガラスに叩きつけてピシャッと音を立てた。いずれも変わった体験だったが、今回はそのどれとも違う。会話そのものが謎なのだ。俺は推理を始めた。まず思い浮かんだのはテレビ電話のようなイメージだ。ヘッドフォンで相手の声を聞きながら、女は画面にアルバムを見せている。だが1992年現在、そのようなものは実用化されていない。女の精神状態が変になっているというイメージも浮かんだ。一人暮らしの寂しさに現実と空想の敷居を超えてしまい、架空の人物を作り出すことは時々あると聞く。彼女もそういう一人なのではないか。いや、もう一つ可能性がある。彼女が役者である可能性だ。あの全ては実は台本に書かれたセリフで、彼女は単に稽古をしているのだと考えると、全ては辻褄が合う。今の小劇場ブームを考えると、無名の女優がこのマンションにいても不思議はない。俺は一体どれが真実なのか無性に確かめたくなった。どうすれば真実がわかるか考えながら、俺は眠ってしまった。翌日の夕方、俺は朝方に失敬しておいた隣宛ての郵便物を持って外へ出た。とにかく訪問するきっかけを作ることだと考えたんだ。はい。ああ、森さん、これお宅宛ての封筒ですよね。うちのボックスに入っていたもんですから。あら、まあ、わざわざすみません。いや、気がついてよかったですよ。もう少しで封を開けてしまうところだったんで、宛名を見たら森美奈子様ってなっていたもんですから。どうもご丁寧にありがとうございます。あの、失礼なことをお伺いするんですが。はい。奥さん、ひょっとして舞台関係のお仕事をされてませんか。舞台関係、私がですか。ええ、違ってたらごめんなさい。
初めてお会いした時に見覚えがあって、確かどこかの劇団かなんかの舞台でお見かけしたように思ったんです。あら、いやだわ。人違いですわよ。こんなおばさんがお芝居なんかできるわけないでしょ。そんな、でもそうですか、人違いですか。あんまりお綺麗なんで見間違えたのかな。この一世一代のお政治は下手な分余計に効果があったようだ。彼女はみるみるうちに赤くなった。あらあら、どうしましょう。そんなこと誰にも言われたことないもんだから。そうでしょう。ご主人にもですか。主人？ええ、この表札の森光一郎ってご主人じゃないんですか。ええ、そうなんですけど。女の顔が少しこわばった。話が確信に触れたんだ。俺は緊張した。あの、うちの人にはまだお会いになっていらっしゃいませんわよね。はい、まだ。じゃあよかったわ。よく誤解されるんですよ、光一郎は。お会いになって彼が黙ってても気になさらないでね。その口が不自由なもんですから。あ、口が。ええ、気のいい人なんですよ、本当は。ああ、はあ。見たりか。真相はあっけない結果に終わってしまった。役者説も精神小説もいっぺんにしぼんでしまった。口の不自由な夫と三重女の仲のいい夫婦、そんな単純な現実が盗聴のガラスコップの中で怪奇な謎に膨らんでしまったんだ。俺の盗聴のキャリアもまだまだらしい。そう考えると気が抜けた。そして急に空腹を覚えて俺は外に出た。部屋から出るともうすでに日は暮れ落ちかけていた。血のように深く濃い夕焼け空だ。ゆっくりと外を歩いた。考えてみればこれが引っ越してきてから初めての外出だ。窓からも景色なんてまともに見なかった。俺は珍しいものでも見るように周囲をキョロキョロしながら歩いた。ジャングルジムのある公園、道を挟んだ向こうにあるコンビニエンスストア、薬局、そして俺は信号待ちの間にふとマンションを振り返ってみた。マンションの形さえちゃんと見たことがなかったんだ。ここから見ると裏側から眺める塩梅になる。俺の部屋は3階の左から2番目。ベランダから明かりが漏れている。電気を消し忘れてきたんだ。どうも最近こういうミスが多い。その左隣が例の女の家。俺の家から明かりが漏れているせいか、出しっぱなしになっている洗濯物が浮き出して見える。女物の下着が生めかしく揺れている。意外と派手なのが好きなんだなと、俺の頭の中で何かが弾けた。もう一度俺は右から洗濯物を折った。ブラジャー、パンティー、パンスト。冷たい感触が俺の背中を駆け抜けた。やっぱり男物の下着が一枚もない。俺は慌てて自分の部屋に戻るとすぐにグラスを取り出し壁に耳を当てた。するとすぐ女の声が聞こえてきた。考えて考えて考え抜いてこうなったんだから仕方ない。
ないの。高一郎は私を買いかぶっていたのよ。普通の女じゃないみたいに思ってたんでしょ。仏様みたいに何でも許してくれる人間だと思ってたんでしょ。私はね、ただただずっと我慢してた。それだけなのよ。それにつけ込んで。何よ、つけ込んでっていう言い方が気に食わないの。なら謝ってもいい。いいけど、光一郎も私のこともっと分かってくれるべきだったのよ。俺はベランダから隣のベランダへ移った。下着がはためいている。それを引っ掛けないようにして俺はそっと進んだ。女の家のガラスドア少し開いていた。キッチンの床にペタリと座っている女の後ろ姿が見えた。そんなこと言ったって。だからどうにもならないこと言わないでって言ってるでしょ。あの時はもう私はどうしようもなかったのよ。わかる？あの時の私は私じゃなかったの。どうにかするのは光一郎の方だったのよ。あの女が私に会いに来る前にどうにかすべきだったのよ。やっぱりいない。違う？男はどこにもいない。女は壁に向かって話しかけていた。その壁には大きな冷蔵庫。彼女は冷蔵庫に向かって話しかけていたのだ。その間に女ができてたなんて。私は冷凍庫の扉が半ば開いて、そこから白いもやが流れ出していた。あの女の前で必死で平静を装った。なんだあれは。あの卵型のものは紫色になっているのは。こっちということは、私の関連はどうなの。花豚だ。この女冷凍庫の首に向かってしゃべって。反論できる？女急に声を止めた。そしてゆっくりこっちを振り返った。楽しかった。こんな楽しい夜は久しぶりだ。またお会いしましょう。いいですね。あ、そうだ、名刺をお渡ししておきましょう。私いつでも空いてますから連絡ください。あ、じゃあ私も。あ、どうぞよろしく。こちらこ。男は私の名刺をまじまじと見始めた。予備知識のない人間は私の名刺を見ると大抵は吹き出すか、苦労して笑いを噛み殺すかする。このようにまじまじと見つめる男は少ない。いや、名前は普通だ。なしきたもつ、何の変哲もない名前だ。彼らが引っかかるのはその肩書きだ。私は人面相評論家なんだ。サスペンスオムニバス人体模型の夜第2話。膝。あなた人面相と言いますと。そうです。人の体に別の顔が出てくるあれです。はは、変わってんでしょ。多いんですか。いやいや、しません。一種の道楽ですよ。私はそうでしょう。いないでしょうね。私が人面相評論家などになったのには訳がある。はっきり言ってしまえば、それは仕事をしたくないという一生児のための肩書きだ。私の父は有名な那須木財閥の最後の帝王と呼ばれた人物だった。それが今から10年前、
私が25歳の時に病に倒れ亡くなった。私は心密かに父の死を喜んだ。これで一生遊んで暮らせる。葬儀の日など笑いをかみ殺すのに苦労したものだ。だが遺言は強烈だった。1000億余りの遺産は半分が母に、残りの4分の1ずつが私と兄によって相続されるというまでは良かったのだが、相続の条件として定職についていることという一文がついていた。父は子供が財産を食いつぶして遊んで暮らすことを許せなかったらしい。もともと私は芸術家気取りの放蕩者。遺言が読まれた時、みんなの冷たい視線が私に向けられた。ムッとした私はとっさにそれを思いついてみんなに宣言したのだった。私は人面相評論家の事務所を開きます。みんなの唖然とした顔は愉快だった。誰が何と言おうと定職は定職なのだ。四ツ谷に事務所を開いてここ10年ほどは平和だった。客など来るはずもなく、私は好き勝手に遊んでいた。だが仕事が来た。それもテレビから。こんにちは。3時に会えたらいいでしょうの時間がやってまいりました。今日のトップニュースはもちろん今話題の人面魚、吉川さんがリポートしてくれました。はい、またまた人面魚が出たという噂を聞き、例の人面魚が話題になった時だ。人面魚と人面相には何の関係もない。だけど何とか適当に話を結びつけてくれとせがまれ、私は仕方なくパネルやフリップなどを持ち出してテレビで喋った。またその勢いでもって女性雑誌に一文を載せる羽目にもなった。人面相ができるってことあるんですか。ああ、まああるようなないようなですね。さらにホラー映画のガーディアンがヒット。これが致命的だった。この手の映画には木や家の壁に人面相がよく出てくる。おかげで私は映画の解説までやらされるようになったのだ。そのおかげで事務所に自分の人面相を見てくれという客まで来るようになってしまった。那須木先生ですよね。そうですが。あ、テレビで見るより若いんですね。ああ、あの、何かご用ですか。実は私、人面相ができちゃったらしいんです。で、見てもらえないかと思って。人面相。ええ、多分見てもらいたいんだけど、いくらするんですか。いくらって。お金いるんでしょ。ああ、そうですね。学割とか保険証とか聞かないんですか。私持ってきたんですけど。いや、あったな、これ。まあ、とりあえず見せてごらんよ。え、ここでですか。あの、お腹なんですけど。うちはここしかないんだよ。はい。どこに人面相があるんだい。わかりません。ほら、これが目で、これが口。ね、顔でしょ、やっぱりこれ。あ、目はそれほくろだろう。え、で、口はへそ。え、でもこのほくろ去年まで両方ともなかったんです。それが2つも顔の目に見えるようにできるなんて変でしょ、やっぱり。なんかの呪いなのかしら。君ね、そこに座んなさい。はい。あ、もうお腹隠していいから T シャツ下ろして。はい。私はこの少女にどう話そうかと迷った。人間は不思議な模様を見ると何が書かれてあるのか判別しようとする。似ている模様を探す。そして見つけ出すのはハンデを押したように人間の顔なのだ。しかし人間は一旦顔があると思い込むとそれが錯覚だとは認めたがらない。だから私はこういう人を説得する場合わざと難しく話して聞かせる。いいかい、これで分かった。人間の目ってやつは基本的には逆三角形に黒い点が3つあると人はそこに人間の顔を認めることになる。たとえそれが木の葉の影だったり天井の節穴だとしてもだ。
心霊写真だって君たちが騒いでいるものも大抵はこの3つの点に過ぎないばかよい。なんだそうなんですか。うん、そう思って自分のお腹をもう一度見てごらん。あ、うん、え、それはほり人面相かい。ほくろですよね、ただの顔のように見えるだけだろ。なんだがっかりしちゃった。本当の人面相ってのはそんな可愛いもんじゃないんだよ。あるんですかやっぱり。あると思う。私はこんな少女がもう二度と来ないようにするためにもダメ押しを加えることにした。ほら、うん、ほら、この絵見てごらん。うわ、気持ち悪い。これはね、江戸時代の文献に載っている絵なんだけどね、仙台にいた勘五郎という商人の股にできた人面相だ。目、耳、鼻が全部揃っていて、動脈が動くたびに人が泣き笑いするような表情を作ったとある。いやだ。貝原家の書いた蝶屋雑祭という本にも例が載っている。人の裕福な家の主人が自分の目かけを殺してしまった。その夜から主人は熱が出て股に腫れ物ができ、殺した目かけそっくりの顔になった。髪を乱して似たと笑う様は凄まじというもあまりあると書かれてある。いくら削ぎ落としてもすぐに盛り上がってきて出かけの顔になったぞ。だよ、でも変だわ。何だ。だって股に腫れ物ができたんでしょ。それが髪を乱して似たと笑うとはどういうことよ。え、それつまり。あ、わかった。そのお見かけさんってしじれっけだったのね。どうも。この子に効果はなかったようだ。それが証拠にペコンと頭を下げたかと思うとお金も払わずに帰ってしまった。やってくる客は大抵こんな客だ。だから私は人面相というものに興味を持つ人には気をつけることにしている。バーであったこの男は明らかに興味を持っている。どうしたもんかと悩んでいると案の定席を立つのをやめて話しかけてきた。あ、そうだ、あなたどこかで見たことがあると思ってたらテレビに出てたでしょ。ほらワイドショーかなんかで、確か、人面魚騒ぎ。そう、それでも私あなたの話に感動しました。会いたかったんですよ。ああ、そりゃどうも。でもまさかあなたも人面相をお持ちだなんてことはないでしょうな。え、あなたもっていうことは他にも人面相をお持ちの方がいらっしゃるんですか。いや、そりゃそうだよな。私も大学の友人に触ってからできたんだ。ということは他に行ったっておかしくない。俺はしまったと思った。実はつい最近もこの男と似たような奴が事務所にやってきた。それは老婆だったが、その老婆は部屋に入ってくるなりジロジロと私を見たからだ。あなた人面相を見なさる。まあお恥ずかしい話。いや恥ずかしがることはない。なかなか研究室に値するテーマじゃ。お前はなかなか見どころがある。あ、わしも実は似たようなものを研究しておる。似たようなもの。のっぺらぼうじゃ。わしはもう30年調べた。知らんか、一般的にのっぺらぼうは目も口も鼻もなくてつるんとしてることになっておるが、それが調べると違うんじゃ。というと。口だけはあったという記録が多い。例えば葬儀諸国物語には、淡路の国に目鼻耳なく大きな口が一つあるのっぺらぼうがいて、飯は人の5倍食ったという記録がある。キー雑談集には、夕顔のようにつるりとした顔で目鼻がなく頭のてっぺんにカニのような口があったと。頭ですか。
頭のてっぺんから食事を与えている図版も残ってる。近くで見るとそのカニのような口がいざいざと動いて食べ物を飲み下し、二人と見られん光景だったそうじゃ。私はもううんざりだったが、老婆は話をやめない。確かに古い文献は誇張されてるものが多い。じゃが元になった事実は必ずある。むしろわしらが考えてる以上に昔の文献は正確かもしれん。それはそうかもしれないけど、それが証拠に現代にも人面相やのっぺらぼうはちゃっといる。本当ですか？あ、その口ぶりではお前まだ本物の人面相すら見たことがないな。図版なら持ってますわ。どうせ人間の顔に似た図版かなんかじゃろ。そんなもんじゃなくてちゃんと人格を持っていて口も利く本物の人面相じゃ。そんなもんあるわけないじゃないですか。お前よくそれで人面相評論家が務まるの。仕方がない、見せてやろうか。わしがその人面相の持ち主じゃ。え、また反対じゃ。じゃあ見せてくださいよ。本当に見たいか？はい。よし、本当は墓場まで持っていくはずじゃったわしだけの秘密だが、お前には見せてやろう。それ見ろ。おばあちゃん、どうしたんですか？何ニコニコ笑って僕の顔をジロジロ見てるんですか？早く見せてくださいよ。見せろって何？やだな、人面相ですよ、人面相。あなたさっき見せるって言ったじゃないですか。ならもう見てるじゃないか、さっきからずっと。あ？これじゃよ、このわしの顔、これが人面相じゃ。実はわしにはもう一つの秘密がある。わしはもともとのっぺらぼうじゃったんじゃ。そののっぺらぼうにこの通り人面相ができて大変困っとる。まったく一本取られた、グーの音も出なかった。だからこの男との話もいい加減で切り上げたかった。だが結局そうはいかなかった。ねえ、あなたはご存知なんでしょう？あれが何なのか、どうやって人にうつるのか、どうやったら治るのか、知ってたら教えてくださいよ。あなた役者かなんかですか？迫真の演技ですが。いや、恐れ入ります。とぼけないでくださいよ。私のあれは膝にできてるんです。私にあれを写した友人のも膝にあった。みんなそうなんですか？ねえ、教えてくださいよ。あれが進行するとどうなるんですか？私の友人はある日突然姿を消しちまったんですよ。自殺したのか、あるいは人だと離れたところで暮らしているのか、いや病院に隔離されたのかもしれない。ねえ、医学界では何らかの対処をしてるんですか？私は怖くて医者にも行けないんだ。わかりました。そんなに言うんなら見せてくださいよ、あなたのそのあれとやらを。こんなところで見せられるわけないでしょう。よし、私の事務所がすぐ近くにある、そこまで来なさい。いいでしょう。何か飲みますか？ウイスキーかビールくらいならありますが。いえ、結構です。それより、ああそうそう、人面相でしたな。じゃあ見せてください。どうぞご遠慮なく。はい、では失礼して。男はズボンの裾を膝まで託し上げた。膝の部分には包帯が巻かれてある。
男はせかせかとその包帯をほどいていく。まもなく膝が現れ、男はその膝を私に近づけた。どうです、これは。まさしくそれは顔だった。膝の上半分が2箇所、閉じたまぶたのように盛り上がって細い切れ目が入っている。その下に団子っ鼻のような盛り上がりがあった。そしてさらにその下には横一文字の大きな切れ目がある。その切れ目は上下が紫色に腫れ上がったようになっていて、唇の形をしていた。一体全体、これはどういうことだ。私はそれしか言えなかった。どう見てもこれは眠っている人間の顔そのものだった。私は恐る恐る手を伸ばして、その膝の上の顔の唇あたりを触ってみた。肉質は柔らかく、しかも唾液で濡れたようになっている。な、気をつけてください。最近時々噛むんです。そのバカな。こんなことがあっていいはずがない。私はわざと乱暴にその唇の中に指先を入れてみた。と指先に硬いものが当たった。膝の骨ではない、規則正しいいくつかの切れ目がある。明らかに歯だった。上下に分かれてずらりと並んでいる。そしてその奥にはまるで喉のような空洞があった。ああ、やめてください。乱暴にしないで起きちゃうから。ああ、目を覚ました。見ると、そいつはそれまで横に引いた糸のような線で結ばれていた両のまぶたをカッと見開いていた。白目だけで瞳孔がない。それでも怒っているのはよくわかった。はい、いで、こいつ離せ。噛みつきやがった。早く、早く抜いて。ありがとう。抜けたよ。なんてやつだ。指がちぎれるかと思った。ああ、見てくださいよ、この血まみれの指。いやー、痛い、痛い。うーっと、助けて。おい、どうした。ああ、やめろ、やめろ、やめてくれ、頼むから。やめろ、やめるんだ。助けて、お願い、助けてください。痛い、痛い。ああ、こんな、こんな長いです。ああ、やめろ、やめてくれ。ヤツは服の上下にねじ込まれた男の両手にそのまま噛みついていた。そしてヘビがカエルを飲み込むように男の手をどんどん食べ始めた。手首から肘へ、肘の骨を噛み砕くと今度は肩へ。私は何もできない。男の首のあたりから血が吹き出した。ヤツは肩口の骨を噛み砕いて飲み込むと、次は大口を開けて頭にかぶりついた。口から血が噴水のように染み出す。オスの体の動きが止まった。するとヤツは今度は下に向かった。腹が飲み込まれる。そして腰も足が付け根を失ってバラバラになり倒れる。だが倒れる寸前にヤツは右足の方にかぶりつき食べ尽くした。今度は自らがついている足の足首にかぶりつく。その勢いで爪の骨が折れて曲がる。指のようにたわめられた太ももも次に食われ、膝が一つ残った。やつは自分すらも食べて、部屋に血だまりだけが残った。
私の膝に小さな目が一つできたのはそれから三日後のことだった。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。